ポートレース福岡の日本モーターボート選手会長杯争奪戦。ここからはいよいよ準優勝戦。その準優最初の戦いはオール福岡地元6人の対決となりました。第10レース、1号艇多藤実、2号艇中谷隼人、3号艇西山隆弘、4号艇篠原誠也、5号艇松尾信国、6号艇大場元明です。本番もどうやら枠なり、インに入る1号艇太郎が人気の中心となっています。トーチは3月にも輸出しています。太郎、今節もスタート力で、そして強気の攻めでシリーズ盛り上げてきました。ここ逃げ切りに期待の票が集まります。2コースには2号艇中谷隼人です。4月の大村 G1 から3連続輸出がかかっています。3コースには3号艇西山隆弘、46号モーター調整してなんとか乗りこなしてここまで勝ち上がってきました。引っ張って角の4コースはトーチフレッシュルーキー4号艇篠原誠也、新春から数えて今年4回目ドンタク特選からは連続圧戦の篠原が角戦。5コースに5号艇松尾信国、そして大里6コースは6号艇の大場元明です。枠なりの3対3、進入インコースから1番2番3番4番5番6番、スタートしました。1号艇がトップタイミングとなりました。他の艇もあまり下がらく1番区の攻防に向かっていきます。逃げる1号艇の多藤、刺す2号艇中谷、外から3号艇の西山、先頭は1号艇の多藤が逃げています。すぐ後ろに2号艇中谷、スタートは前提正常でした。逃げた1号艇多藤が先頭、2艇審査で2号艇の中谷、その後ろは5番4番3番が固まっています。これから2マーク、トップで1号艇の多藤、続いて2号艇の中谷が回ります。3番手は競り合いながらホーム側に折り返してきました。輸出かかる前の2艇は1番2番が大きく抜け出して、その後ろ3番手は激戦となっています。5号艇松尾、3号艇西山、内側からは4号艇の篠原です。これから2周目1マーク、先頭1号艇太郎、2番手2号艇中谷、そして3番手4号艇の外を回していった5号艇の松尾、3号艇の西山が続きますが、3番手ここで5号艇の松尾が抜け出して、上位体系は1番2番5番となっています。これから2周2マークの旋回、先頭はトップスタートで逃げた1号艇太郎です。2番手2号艇中谷、そして3番手は5号艇の松尾が回ってきます。ホーム直線コース上位体系は1番2番5番の順。レースはこれから最終周回に入ります。その後ろ4番手に3号艇西山と4号艇篠原が並んで、最後方6号艇の大場、3周1マークトップで抜けた1号艇多藤、2番手2号艇中谷、3番手は5号艇の松尾、最後のバックも上位体系は1番2番5番に固まっています。1、2、5の組み合わせ、3連単ノッツは 31.7 倍です。ラストターンマーク、先頭は1号艇多藤実です。優出一番乗りをかけたの戦い、トップで戻ってきました。2番手2号艇中谷、3番手は5号艇の松尾、1、2、5で間もなくゴールです。先頭1番五輪、2番五輪、5番五輪、3番4番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。ただいま準優勝戦2つ目第11レースの開始です。1号艇福岡の那須啓太、2号艇山口の大峰豊、3号艇静岡の服部幸男、4号艇愛知の八木春樹、5号艇静岡の菊池光平、6号艇岡山の岩津哲郎です。上空依然よく晴れていまして、コンディションもほとんど変わりません。緩やかな北風、気温は17度、その水面で枠なりに作戦行動です。人気を集めているのが1号艇地元の那須啓太、予選道中はあらゆるコースから5勝をマークして予選トップ通過。1号艇那須の陰線に期待の票が集まります。そして2コース前半逃げて1着、2号艇大峰豊、トーチ連続優勝へまずは優出を。そして3コースに3号艇服部幸男です。こちらは前半まくり出しから3勝目、2月のリベンジへ3コース戦。
引っ張って角4コース4号艇八木春樹、2年ぶりの福岡でパワー生かした活躍ぶり、デビュー2度目の優出がかかります。5コースには5号艇の菊池康平です。今年の新名人がドリームに続き、勝負どころ準優も勝利なりますか。大外6コースには6号艇の岩津哲郎です。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番4番5番このあたりがわずかに覗いたスタートになりました。その後は1号艇那須が出ていきます。1マーク逃げる1号艇那須、まくる3号艇の服部、そして2号艇大峰にまくり出しは5号艇菊池、先頭は1号艇の那須啓太が逃げています。スタートは前艇正常でした。逃げた1号艇那須が先頭です。2番手は3号艇服部に食い下がる2号艇大峰で2マークです。まずはトップで回る1号艇那須、続いて2号艇大峰が先に動いてくる、刺してくるのは3号艇の服部です。2番手争いは2番3番の戦いから3号艇の服部がわずかに前、なおも粘る3番手が2号艇の大峰。現在上位3艇は1番3番2番の順でレースは2周目に入っています。先頭はきっちり逃げています。1号艇の那須啓太21マークトップで回り、続いて3号艇服部、2号艇の大峰が4号艇の攻めをかわしています。バックストレッチ上位体系は1番3番2番、2番手3番手はまだ2艇身から3艇身といったところです。その後ろは大きく水が空きました。これから2周2マークの旋回、先頭独走は1号艇の那須、2番手を守る3号艇の服部、内に入ろうと2号艇の大峰、2番手は3号艇服部がしのいでいますが、すぐ後ろ粘る粘る2号艇の大峰豊、2番手3番手まだ2艇進行でレースは最終周回。その後ろは4号艇八木、5号艇菊池、6号艇岩津、3周1マーク1号艇那須に続いて3号艇服部が回る、内を狙って2号艇大峰でしたがここは届かず、最後のバックも上位体系1番3番2番で2番手3番手若干定間開きました。このまま1、3、2で入れば3連単ドッツは 10.9 倍です。ラストターンマーク先頭は人気に応えた地元1号艇の那須啓太です。2番手を守るのが3号艇の服部幸男、2号艇大峰は3番手まで、1番3番2番の順にまもなくゴールです。先頭1番五輪、3番五輪、2番五輪、4番5番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。ただいまから準優勝戦最後の戦い第12レースを行います。1号艇福岡の前田翔太、2号艇山口の森野正弘、3号艇静岡の深谷智弘、4号艇福岡の音藤聡、5号艇福岡の岩崎雅也、6号艇山口の谷村和也です。本番も動きはなく枠なり、人気は1号艇前田翔太に集まっています。足は納得の仕上がり、当時福岡では新春開運レースの優出を皮切りに今年も優出ラッシュと好調です。1号艇前田翔太の引戦、そして2コースを伺う2号艇森野正弘、当時は前回も優出、今節もパワー仕上げてただいま3連勝中です。2号艇森野が2コース、3コースに3号艇の深谷智弘、前半は大外から2着に食い込む走り、当時は昨年の夏の SG メモリアル、そして秋の G1 とただいま連続優出中です。引っ張って角4コースに4号艇の音藤聡、ここで未勝利脱出、久々の地元優出へ。5コースに5号艇の岩崎雅也、ここまで手堅い走り、大外6コースには6号艇の谷村和也です。3月4月と春は好調に走ってきました。3対3でインコースから1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番2番3番4番とインセンター好スタートを決めています。それぞれ出ていく1マーク、逃げる1号艇の前田、まくりに行った3号艇の深谷、そして2番4番とバック側、先頭は1号艇の前田翔太が逃げています。スタートは前提正常でした。
逃げた1号艇前田が先頭に立ちました。2番手は3号艇深谷に食い下がる4号艇の音藤。これから2マークの旋回です。まずはトップ旋回で1号艇の前田、2番手は4号艇の音藤が先に待って刺してくる3号艇の深谷です。2番手争いは3号艇深谷がわずかに前、アウト粘る4号艇の音藤。現在上位3艇は1番3番4番の順でレースは2周目に入っています。後続は2番6番5番と続いて2周の1マーク。先頭は1号艇の前田翔太、2番手3号艇の深谷、内側から4号艇の音藤が回りますが届きません。2番手は3号艇の深谷です。3番手に4号艇の音藤。上位体系は1番3番4番に固まっています。後続は6番5番2番と続いてこれから2周にマークの旋回。先頭は人気を背負った1号艇の前田翔太です。2番手で3号艇の深谷智弘、3番手4号艇の音藤聡。ホーム直線コース前の3人は1番3番4番に固まってレースは最終周回。